さあ行くぞ、ゴー、ヨン、サン、ニー、イチ、ゴー。さすがに地下だと飛び抜けてるな。けどこれも外に出てしまえば通用しないのは一本目ではっきりした。レインバトルの 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせるからな。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな。この2本目は手の内を晒した後だからな。大丈夫かな、バトルは。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーどれだけ順応性が高くてホームコースの俺たちの方が有利に違いない。それでも一敗一分けは厳しいだ。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3VF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろう。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケには。2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5T。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対時直波制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。きたー、バトルが来ちゃった。8500が前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。随分早くに動いたな。涼介、圭介は大丈夫かな。涼介さん、こんなこともあろうか密かに運び込んでる3300系。さあ来い。10年越しの悲願、今涼介さん実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。負けねえぞ。
この展開になればモチベーションの勝負だ。メンティア改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏だが努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのか。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってもよ、何かまともにやり合うことはねえんだ。二人ともかなり疲れてきてるんだろうな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めてるんですから、予定外の2本目はかなりきついです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようなら、もう集中力を切り始めてるってことだから、決着つくときはあっけないと思いますよ。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな、疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くもんじゃないらしいからな。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界は悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力が鈍る、反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになり、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わる。頑張ってね、ダーリン。負けないで。今日こいつでもダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしてもこの六つ子の妻はマジムカつく。まさか私は。あんなところに電車フルピー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、早く向きを変えるんだ。ああ、やめろ、何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなの。魔が差したとしか言いようがないぜ。自分でも嘘だろって気分だろ。てかマジ嘘だろあれ。お兄ちゃん、大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、用が済んだな、入るぞ。撤収、ぼやぼやするな、さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカプー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。